こんにちはテンバーーアカデミー堀秀夫です、えー、今日は、まあ、普段ね、商品検索スマホでやってますとか、あるいは外出先でスマホで商品を調べてね、これ売れるかなと、まあ、疑問に思ったときに、まあ、私に質問する、まあ、チャットワークにですね、URL を貼り付ける方法です。まあ、これスマホ、iPhone の場合のやり方ですね。まず、まあ、商品ページ出します。でその商品ページで、 この下にあるですね、四角上矢印マークと名付けましたけど、その真ん中のこのマークをタップします。そうすると、まあ、こういうふうに、どこにアップするんですかというのが出てきますので、コピーをタップしてください。で次に、チャットワークを開いて、まあ、チャットワークのメッセージを入力できるようにします。 で、ここで長押しすると、ペーストという、えー、項目が出てきます。ペースト出てくる前に、この拡大鏡が出てきて、まあ、そこにペーストというのが出てくると。そしたら、ペーストをクリックするとですね、こういうふうに、えー、貼れます。で、これ、えー、例えばね、まあ、今みたく、まあ、URL をただ多くファンで調べて、えー、どうでしょうかと送っていただいてもいいですし、 えー、多くファンでね、えー、製薬価格が、例えば5万円と出てるものがね、今、リサイクルショップ来たら、これ2万円ですけど、どうでしょうというような際もね、また、えー、こういうのを聞いていただければと、まあ、これ結構ね、意外に、えー、コピペ、簡単なんだな私、違う、すごいあの押して、こう、伸ばしてとかね、めんどくさいやり方したんですけど、このやり方をした方がね、えー、全然簡単だなと、まあ、これ、じゃんじゃん使うと商品探しはかだるなと思いましたんで、 えー、このスマホを使ったコピペの方法を覚えてですね、またチャットワークの方で、まあ、どんどん商品の質問をしてください。お待ちしてます。まあ、最近ね、若い方と女性の方はスマホ使用率が高いんでね、えー、私はほとんどパソコンで済ませてるんですけど、逆にスカイプでもね、えー、サポートしてても、まあ、スマホから送ってくるというケースが多々ありますんで、 私がパソコンで説明しているものをですね、スマホでどうやってやるのかわかんないという場合は、お気軽にご質問ください。まあ、こんなふな動画とか解説記事なんかを作ったりご紹介したりします。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。